Together。 皆さんこんばんは。今日から始まりました Let's Stay Together です。ここから8時前の1時間は Let's Stay Together でお楽しみください。 DJ の浅本千佳です。浅本美香です。この番組は三浦半島に在住するミュージシャンの私千佳と映像クリエイターの美香が、私たち姉妹がローカルラブのコンセプトで音楽、ファッション、グルメ、経済などコミュニティの情報を国内のみならず世界につないで共有するといったバラエティ番組です。皆さんいかがお過ごしですか。美香ちゃんはあれなんだよね、もうコロナはどうなの、あのテレワークいかがですか。3月の上旬から三浦半島一歩も出ることなく辛いね辛いね在宅リモートワークに勤しんでおります。そう、結構できるもんだよね。もう東は横須賀までしか出向いてません。でもほらたまに会社行ってるよね。たまにやっぱりどうしてもアナログで、日本はハンコ社会ですからね、うん、あのやっぱりハンコ付きにハンコ付きにだけ行ってる。ハンコ付きに月に3回ほど。あら本当に何がテレワークだよ ね本当に。そう、なんかデジタル書面とかデジタルサインとかっていうのはまだ普及してないんですかね。日本はやっぱり赤いあの印鑑を押して、あとなんかこれ承認取るのにもやっぱりあの課長部長専務とかっていう風に、多分あのハンコなんじゃないですかね今はね。まだでもね、うん、なんか技術がもう随分進んでるんだけれども、いまだにそういうことやってんですよね。未だにやってますよね。私の知り合い あの大手 あの広告代理店の経理部の人はあの月に毎日発行しに今でもあの満員電車に揺られて通っているという。なんかね本当にね、まあ私のミュージシャンの立場からいくと、もう3月4月5月真っ白けですね。スケジュール飛びました。本当に見事に飛びましたね。でももうなんかたまにねビルボードとかブルーノートのなんだろう、ライブのお知らせとか来るんですけど、全部公演延期中止。もうどうしてんでしょうね、もう本当に。そう、それで Let's Stay Together なんですけれども、一応私はあのミュージシャンで、であなたは映像クリエイターだよね。まあそうですね、端くれですけどね、うん、そんなことはございませんでしょう。いろいろやってもう本当に日本を代表する女性プロデューサー CM プロデューサーなんですけどね。もう今印鑑付きに月に1回中間管理職を超えてねもう時期もう出される立場なんでね、もう間もなくおつぼねってやつ。おつぼねってやつですね、うん、どうその年をとってもそのなんていうの、会社で女性がこう居座るって感じごめんなんかどんな感じ、若いのとこうおもねってうまくやってこうとか、そういうことも考えてる。おもねる、おもねる、おもねる、うーん難しいな。まあちょっともう50過ぎれば、うん、また何だか何ていうかな、また価値観が出て、うん、価値観があるっていうのかな生きてるだけでも何かこうご意見番的な感じ腹毛持ってるみたいな、こういうコロナの危機とかね。ああなるほどね。どうなるんでしょうか浅本さん、この先どうなるんですかっていう質問をすごく受けるんだけど、分からんちゅうのそうだなだけどウイルスに聞いてみろみたいな。だけどやっぱりね、年取ってる人は何かいい答え出してくれるんじゃないかっていうある期待値を持っていろんな人からお電話をいただくという。ことあのコロナのこの、うん、まあ笑い話じゃないけれども、うん、ちょっとこうねこのやっぱり辛い時期になったら、うん、やっぱり今まで連絡取ってこない若いフリーランスの子たちとかから連絡が来やっぱり、ね、るから、まあ、ある意味では年を取るってあれだけれども、年を取ったつもりは全くないけれども、うん、まあ、今まで その30年間のキャリアがまた、うん、生かされてくる時が来るのではないかとちょっと思ったりとかしてます、うん、真面目に言うと。まあこういう時にね、やっぱりほら相談に乗ってほしいって若い子がいるっていうだけでもね、これはなかなかいいですよ、うん、音楽はね、まあ
いぶし銀っていう言葉があるんだけれども、まあ棺桶に足片足突っ込んじゃったような人もまで頑張ってるからね、ジャズの世界は。でもなんとなくコロナ前コロナ後がもしあるとすれば、やっぱりいいものだけが残っていくっていう、ちょっともしかしたらそんなようなことが映像の世界にも起きるのではないかと、まあ、音楽の世界にもあるんですよ、やっぱりね、もう1億総こう YouTuber とか、まあ、SNS で発信できているけれども、やっぱりプロはプロっていう、そのなんていうのかな、あのコロナ前コロナ後で、ちょっと価値観がもう一回そこに戻ってくれるといいなという期待値も込めて、でもなんかそうなるんじゃないかなとは、ね、早く就職してほしいですね、まあそんなわけで、気を取り直して、第1回目第1曲目は、私の最近のお気に入りのチャカカーン姉さんの Like a Sugar を聴いていただきます。チャカカーンの Like a Sugar を聴いていただきました。すごいね、チャカカーン姉さん、すごいですね、67歳ですよ、信じられない、このキレッキレのかっこよさ。あの PB 見たんだよね。見ましたよね。どうだった？あれはプロから見て。背景がね、何でもないなんか容疑声みたいな。何でもないところなんだよね。なんだけど、もうグルーヴバリバリの音楽に、やっぱダンサーのキレッキレのダンスで、映像ってこれだけ、なんて言うんだろう、背景がどうでもいいんだけど。そこに出て当たる音楽と、そこに出る人のこうなんていうかパワーで、こんなに上質な映像になるのかっていうののお手本みたいな。そうだね、うん、やっぱりそうなんだよね、表現者が一人一人素晴らしいっていうのと、あとなんだろうな、まあなんだってそんなお金かけて作ってないんだよね、その撮る側も撮られる側も、まあ頭一つずつみんなが抜けてて、それが集まったっていう集大成。でもね、絵とダンスはね、編集っていうの、映像は実は何でもないに見えてるけど、あれは相当頭のいい人が計算してると思いますよ。そう、なんかスティールドラムのソロとかを、ね、なんか首をクキクキしちゃうようなあれとかね。あとなんかファッションもかっこいいね、70年代のゲットダウンって感じで、まあ、私なんかもうリアルタイムなんでね、結構すごいけど、67歳だよ、チャカカ。やっぱりね、私たち世代のあれだね、希望の星ですね。まあ、チャカカのライカシュガー、聞いていただきましたが、ですね、私たちこうやって喋ってますけど、一体あんたたち誰なんだって話もあるので、ちょっと自己紹介、美香ちゃんの方からしていただけますか。私からですか。はい、もうご存知かと思いますけど、私今ベラ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 喋ってるアルトサックス奏者じゃないや、ごめん間違えちゃった、ここちゃんとしろよ女性サックス奏者、はい、の浅本知花の妹で、三浦半島に在住しています。ベースは広告を中心にした映像制作をしています。まあ、過去で言うと、キリン一番搾りの商品開発から、CM の企画から、制作、尾形健さんね、尾形健さん古いね、死んじゃったもん ねみんな死んでる人やってんだよ ねもう、まあ、皮切りにですね、かれこれ30年ほど CM 業界の中で、まあ、生きてきておりまして、数年前から、まあ、知花の勧めもありまして、ちょっと自ら編集なんかもするようになったことをきっかけに、まあ、姉のミュージックビデオもそうですし、頼まれればディレクションもするようになって、バリ在住のね、海外のね、そうそう、多くのアーティスト のプロモーションビデオなんかも演出編集、まあ、早い話がもう何でもやるよね今本当にね実はね、私たち の姉妹で作った会社があるんですけれども、そこはまあその映像制作や、まあ音楽制作をしてるんですけど、映像制作で言えばすごいカメラマンがいるんだよね。
うちにはいますね。もうアリフ・ブヌマンっていうインドネシア人なんだけど、インドネシア人って言うでしょ、これがすごい、誰に向けて言ったのでしょって、あ、リスナーの人に、リスナーの人に言ったの、インドネシア、インドネシア人っていう声が聞こえたから今、それで、彼はもう BBC の、ドキュメンタリーから、ナショナルジオグラフィックの、ドキュメンタリーまでを、まあ、いわゆるカメラ一本で撮っちゃうような人なんだけれども、まあ、そのカメラマンと出会うことができて、うちのこのミカちゃんはですね、彼といろいろタッグを組んで作品を多く作ってますよね。作ってます、まあ、そんな感じなんですけれども、それで妹は、映像の関係で、私はいわゆる音楽、日本初の女性サックスプレイヤーとして、三浦市在住なんですけれども、まあ、国内問わず海外でもいろいろ活躍してるんですが、まあ、こういった2人の姉妹の、プロフィールは詳細はまた FM 湘南ブルーさんの方のホームページに無理やり載せちゃう、もう載せて、ね、載っけてくれるのかなと思ったんだけど、そっちを見てねって感じで、まあこの辺にしときましょう、載せていただけるのであればね、はい、はい、そうです。まあそんな感じで、私たちの、番組が今日から始まりました。で、私たちこれは自宅のですね、築150年経った三浦市三崎の自宅の縁側で録音してるんですけれども、まあ、できるだけね、コミュニティ FM って本当に、ね、私たちYouTube 全世界とか言ってんだけど、結局やってることは犬抱いて出るとかね、自宅でトレーニングって言ってるんですけれども、まあそんなものがいっぱい、まあ、あってもいいけれども、ラジオってすごいじゃん。やっぱりコミュニティ FM っていうのはなくてはならないもの、いわゆるなくしちゃいけないものだと思ってるんで、この三崎のこの縁側から世界に発信しようね、いろいろと、うん、で、まあ、地元の情報とかをこういろいろ集めて、お姉ちゃんの知ってるインドネシアの友達、うん、お姉ちゃんって言ったまあお姉ちゃんって言っちゃおう、インドネシアの例えばクリエイターの人に電話をして、いろんな今度は彼のローカルの話題を、うん、教えてもらったりっていう形で、こう世界、ローカル単位で世界にこう、なんていうのかな、つないでいこうという、まあコンセプトは壮大なんですけど、まずは三崎からかな。そうでね、うん、そうそう、さ、そんなわけでですねよくわかんないけれども、まあそんなわけでね、コミュニティを大事にしたいって気持ちは、変わりません。で、三崎っていうところは三崎って言うんだよね。そうそうそう、三崎って言うとよそ者ってはバレちゃうからね、三崎って言わないとね。そう、三崎って言ってたんですけれども、正確には三崎ですからね。三崎ですよね、うん、もう駅しびれるよ ね三崎口、本当にマグロって書いてある、ロが口になってますよね。逆でしょ、口がロになってる、口がロになってるもうね、三崎って言えばマグロで、まあ最初の頃はここに引っ越してきた時は、まあ一応なんかこう芸能人っていう感じで来たもんだから、いろんな、お姉ちゃんが、私たち、アロマチックなんとかとか、ああいうのにもなんか取材されたりとか来てたんだけれども、結局ね、三崎を PR するっていうと、その当時はなんだろう、やっぱりマグロなんだけれども、マグロの刺身だけじゃねって言うんで、いろんなこう変わった商品があったよね。マグロでできたマドレーヌとかさなんか一回マグロから離れてほしいよねって気持ちもあったんだけど、まあびっくりした、マグロでしょ、マグロ、うん、なんかびっくりしたことある、マグロで三崎、マグロでびっくりしたこと、いや、マグロしかないだよね、なんかな。でもね、今はね、いろいろ頑張って若い人もね、なんか U ターンで戻ってきてる人もいれば、逆に東京から移住してこられてて、うん、
とてもなんかこう新しい風を吹かしてくれている皆さんもいるから、ね、本当に本当にそう、あのちょっとこうなんだろう、おしゃれだな、三崎にはこうちょっとなんかおしゃれすぎるなって店があったりすると、まあ、そこのオーナーが東京からもうここの町に惚れ込んできましたみたいな感じでお店を、うん、そういったお店がねどん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 こうできてるよね。地元の人でね、若い人でもねなんか頑張ってるじゃないですか。頑張ってますよ、うん、もうぜひ皆さん三崎来てください。あの三崎じゃない、三崎へどうぞ。では第2曲目ではマグロといえば、マグロといえばだの、えマグロつながり、ちょっと曲考えてなかった、また後で。はい、2曲目聞いてください。はい、2曲目2曲目全然マグロと関係なかったんですが、スイングアウトシスターズのブレイクアウトを聞いていただきました。あのスイングアウトシスターズっていうと80年代にね、90年代かやっぱりすごくあのブリティッシュなロンドンのあのポップジャズ、グループっていうことで一世を風靡したんですけど、ブレイクアウト、とにかくコロナをブレイクアウト、コロナをブレイクアウト、もうプータローをブレイクアウトするぞ、いろんな意味でブレイクアウト。いやでも本当に大変だったもんね、三崎の町もなんかコロナで休業要請で、ね、朝一もね、もう何週間もね開催できずにいるから、もうとにかくこの気持ちをねブレイクアウトしたいって気持ちで、うん、まあマグロからなんとなく、まあ何のつながりもなかったけれどもスイングアウトシスターズのブレイクアウトを聞いていただきました。はい、始まりました。タイトル名分かってる？番組の分かってるよ。 Let's stay together。 発音悪いねLet's stay together。 Yes, yes. Let's stay together って感じなんですけれども、まあ、もう一度コンセプトを言う と、 あの、私はですねこの FM ブルー湘南さんにはもう本当にあの何回か出演させていただいてて、あの横須賀の、 あの商店街の中にある本当にあの可愛い FM で、あの FM 局なんですけれども、なんとなくねやっぱりあの、まあ、自分の番組も他の東京 FM とかいろんなとこ、まあ、竹子さんなんですけれどもやったこともございます。ただあのコミュニティ FM っていうのは結構ねやっぱりあの本気になっちゃうんだよね。すごくなぜかというと聞いてる人が限定しているっていうことなんで、あの知ってる人も知らない人もいるじゃないですか、私たちのことを。だけどそういう人たちに向けて同じそのなんだろうエモーションでこう共有できるものっていうのはやっぱりそのコミュニティごとにしかこう今ないじゃないですか。それで、まあ、ローカルラブ、あの、まあ、FM ブルー湘南さんの力を借りてですね、私たちのこのローカルラブの気持ちをいろんなところにつなげていきたいなという、あの、まあ、そこには音楽もありファッションもあり、あの経済もあり、まあ、いろんなトレンドもありのコーナーもこれからどんどんやっていきたいと思っているんですけれども、まあ早い話がバラエティ番組かな地元愛のね、そう、あの地元愛ね、うん、地元愛がどんどんこうその点が、線になって、そして、世界中につながっていけばいいかなって思ってます。どんどんいろんなところにアポなしで電話しますよこれから。やりましょう、で行ってみましょう。じゃあもう私が肝入りのこの第1回の肝入りのコーナーです。世界の社長からこれ大丈夫なんですかねこのロゴ世界の社長から大丈夫です。輝き第1回目はどちらの社長さんへ？あ、これはですね、あの大磯に在住しておりますそれ私の会社の社長やねんってことですけどもうすごいプロデューサーなんですよね、はい、本当にもういろいろ広告の、あのなんだろうね、あのさっきちょっとねなんだろうねって言ったら怒られちゃいますけど、うん、制作プロダクションのね社長さんで、うん、で過去あのそれこそあのさっき話してたキリン一番搾りとかをやってたプロデューサーで、うん、私のボスでもあるんですけれども、日本を代表するね、うん、で輝け、あの本当にマジな話、第1回目のプロデューサーオブザイヤーというのを受賞された、それはそれは素晴らしい
名プロデューサー、名社長、名社長だよね、でもすごいローカルラブだねそれ大丈夫かな、大丈夫大丈夫、ね、身内から世界へですねそれじゃあちょっと菊さんにつなぎましょうか、はい、菊さん、菊さん、こんにちは、菊です。軽い感じで、もう菊さん、今日本当に今日ありがとうございます。いや、全然もう何もしてないですから、短パンですから。短パンです。短パン。よかったね、ラジオで。本当だよね。ね、本当で。この間だけど、あのこの間っていうか、あのほら、例の第1回じゃない、正確に第2回なんだよ。あれ、あのプロデューサーオブザイヤー。まあ、もうちょっと簡単にこのコーナーの説明をさせていただくとすると、そうです、私たち の、はい、あのこれ一番の肝入りのコーナー、これしか決まってなかったっていう企画なんですけど、そんなところに呼んでもらって、あの世界の社長から、うん、タイトルがいいね。タイトルがいいでしょ。聞いたこと、馴染みがある、馴染みがね。うん、ちょっと馴染みがあるのはいいよ。それで、まあ、なんていうんですかね、CEO なんていう小賢しいね、じゃなくて、やっぱり社長って響きが。そう、駅前で呼ばれちゃうんですね。先輩とか。そうそう。社長とかね。社長って呼ばれるのにふさわしいね。方々を。まあ、そのうち、私たちこれ、アポなしでビル・ゲイツに電話したりとかしますから。いいよね。そうそう。で、記念すべき第1回目は、まあ、ミカの、プロデューサー・オブ・イヤー。そうね、1回目で終わっちゃう可能性あるんだ。それ、ね、これシリーズで続いてる、好評で続いてるっていうものだったらさ、うん、安心して、あれなんで、1回目でこうやばくなると、なくなっちゃう可能性ある、ね。いや、まあ、それは菊さん次第ですよ。OK。ちょっと今日、耳寄りなね、情報を。そうそう。だから、あれですよ、菊さん覚えてます？宮尾進むの日本の社長。あったな、宮尾。宮尾さんはどうしたっけ、奥さんは亡くなった、まあ、あれのラジオ版だと思って、皆さんね、社長という響きにふさわしい方々の、まあ、日常はどうかとか、今何を考えてるかとか、まあ、カズロス・ゴーン のクルーザーだって社長号ですからね。確かにね、そうだよね。俺ちょっとないけどな、それ自転車だけど俺のは、まあいいや、まあ、社長、それで、美香ちゃんと私と、一番ふさわしいのは、まあ、誰だろうと、一番最初に出てきたのが菊池さんだったもんですから。いやー、ありがたいね、どうも。そうなんですよ、ね、どうですか最近コロナは。いやいや、もうね、だからうちこもりっきりなんだけど、もともと俺こもるの好きでずっとこもってたから、あんまり変わってなくてさ。あ、そうなんですか。そうなんだ。8割か、アクティブな方かなと思って、外に。アクティブだったらジム行くぐらいだから、だからジム行けなくなっちゃったのは正直辛いんだけど、今もう世の中いろんな便利な YouTube とかあるからさ、自重でできるトレーニング、つまり自宅でできるトレーニングとかさ、あれ、うん、紹介してくれてる人の人がいるのよ。あれ見てるんですか、ちゃんと。そうよ、あれ見て、だからうちでベランダでさ、中学校以来、うずだて伏せとかやって。いや、バカにならないのよ、本当に、うずだて伏せとか。で、まあ、菊さんの輝かしい経歴をね、こう、先ほどちょっと皆さんに。少しだけね。うん、リスナーの皆さんに。調子のいい時あったの。今は戻ったことないけど。どうですか、うん、で、まあ、この業界ずっと長いじゃないですか。長いですね。それで、まあ、今、の感じ、うんうん、どういうふうに、こう、見てますか。いやいやいや、今も全然、だから僕らのいた頃とは様子が違って、ちゃってるけどね、うん、結局は好き嫌いで、僕はっていうか僕たちだな、美香ちゃんもそうだと思うけど、好き嫌いで広告見ちゃうとこあるんですよね、やっぱりね、どうしてもね。なんかそんなほら、博士じゃないし僕たちは、はいはい、でもっと言うと広告にそんな、なんていうの、圧倒的な答えがあるものじゃないじゃないですか、うん、好きか嫌いかだけなんですよね。うん、でそれで言うと最近の広告僕はもう好きじゃないんですよ。いやでもね、言っちゃった。わかります。CM で私たちこうなんていうの、トレンド、世の中のこのトレンドとか、やっぱり音楽とか、そういうもののこうなんか一番先にあったみたいなところが
ありましたよね。あったあったあったよね。あのソフィア・ローレンがラッタッタとかさ。ああ。あの古いけど、やっぱりさ、なんかすごいそういうの商品とこうそのなんていうのかな、こうスターが結びつくとか、なんかこの人こういうふうに出したかとか。やっぱだから CM の力がそう、まあね、強かったからね。だからその話をしちゃうと、だから昔は良かったみたいな、そういう解雇的な話になりがちなんだけど、うん、何が俺と正直言うと好きじゃないかっていうと、まあ、そもそもよく、美香ちゃんもよく知ってる人なんだけど、これあれだよな、僕はだから、録音だから、実名出して、後でね、人に、ピー入れたりとか。いや、わかんない。大丈夫。いやいや、出ますよ。トラストミー、トラストアス。大丈夫です。うん、そうそう。まあ、じゃあ、名前出したり出せなかったりで喋るけど、つまり、あの頃って何ていうのかな、こう、ほら、例えばほら、なんだ、学習雑誌があったとするでしょ。はいはい、なんでも小学館の所有者なんでもいいんだけど、はいはい、学習雑誌の表紙って、こう、一点の曇りもない、子供たちの分かりみないしか持ってない、っていうイメージの 100%、うん、子供たちのもうしかも虫歯止まれんじゃないかって真っ白な歯でさニコッと笑って小学例えば何年生とかって養子に出てるじゃないですか。まあ、それでそれが悪いって言ってるわけじゃないんだけど、うん、なんかそういう、こう明るい笑顔とか確実な未来みたいなことが前提になってる家族が、うん、例えばね、うん、主役のあるいはそういう前提の広告だったりすると、うん、つまんないじゃない、例えばね、うんうんうん、だからつまんないから、ま、やっぱりどうしても名前言わないと分かりにくいから名前言っちゃう。TV のね、はい、TV の王さんっていう社長がいるんだけど、はいはいはい、D2 を辞めて、S 止めの D2 に行ったんだけど、ここだったらほら、いいから。S 止めの D2 から独立して TV っていう会社を作った王社長っていうのがいるわけで、やっぱ世界の社長がいるわけでさ、まさに。で、この人はやっぱりね、でなんかまあ、企画は自分ご自身でやるから、俺別に話すなんていうの、企画に関して別にすごく手伝ったりするわけじゃないんだけど、ただこう雑談の中でさ、はい、二言目にはこうお母さんにも秘密があるみたいなことを言うわけだよな。何言ってんだあんたと。いやいや、だからお父さんには家族に言えないことがあるって普通なんだけど、そうじゃない、お母さんにも秘密があるみたいな、もうぐっと興味持ちますよね。ね、そうするとさ、うん、それはそれ自体は別に広告のコピーでも何でもないんだけど、うん、少なくとも学習雑誌の表紙にあるような、確実な未来、明るい将来を約束する子供たちの笑顔が前提の広告ですじゃないわけだ。お母さんの広告。あ、お母さんって言っちゃった。王さんの広告はね。いい話で出してるから大丈夫ですよ、説明は。あ、そうだよね。悪く言ってないんだもんな。ないから。だからそういう、なんで話をしたかっていうと、そういう広告の方が好きだったんですよね、やっぱり。なんかだからこう、なんていうのか、歪んでるっていうかさ、屈折してるっていうかさ、うん、まあ秘密があるんだよね、いつも。そういった、彼のそういう、代表作っていうか、彼の中では代表作もっといっぱいあるんだけど、僕の中のね、そういう流れの中でも代表作で、コパトーンっていうのがあってさ。はいはいはい。日焼け止めですよね。そうそうそう。はい、コパトーンっていうと、だって、夏だ、ビーチだ、日焼けだっていう、まさにその、明るい将来、学習雑誌の表紙っていうのが前提になるわけですよ、本来は。うん、でも彼がやった。匂ってきそうですもんね、ビーチの匂いが。そう、ビーチね。別にそれでいいんですよ、本来は、うん。で、彼にそれを任せたら、それは多分ね、任せた人が失敗だったんじゃないかと思うんだけど、遊んでも白い肌っていうキャッチだったんだけど。あら。それね、ぜひね、皆さん、これ、お聞きの方がわずかにでもいらっしゃったら、YouTube で遊んでも白い肌、スペース、コパドンか。探してもらいたいんだけど。すごいね。もう、要は、秋口にウェディングを、結婚式を控えた、新婦になるはずの女性が、若い女性がさ、はい、ビーチで新郎とはおそらく違う男性とさ、もう一夏のアバンチュールを楽しんじゃってるわけよね。で、そうやって遊んじゃったあなたの日焼けを、なかったことにしますよ、この動画と。遊んでも白い花。で、これは果たしてその広告として成功したかどうかは知らないんだけど、いや、名作なんていうのかな、名作です。屈折してるっていうかさ、屈折してる、なんていうのかな、こう、普通じゃないじゃない、やっぱりさ。普通じゃない。ね。
でもそれをさ、OK 出したクライアントもすごいですよね。すごいすごいすごいよ。ただ、それで、うっかり OK 出しちゃったなと思ってたんじゃないかな。あんまりシリーズとして長く続いてなかったから。翌年も翌々年もっていうさ、例えば今で言うと白いワンちゃんみたいな長く続くシリーズの広告になってないってことは、それは一過性の、やっぱり、ああいうことじゃなかったなっていう話になったんじゃないかな。一過にも OK 出しちゃったって。だってよくあるもん、別に岡さんの広告だけじゃなくて、はい、面白い広告をやった、ほら、こう亡くなっちゃった人だから名前出すみたいな、大中さんが言ってたじゃん。うん、すごくいいクライアントさんがいて、大中さんのやる広告もすごく面白い広告いっぱいあったからさ、大阪のビーチのね、うんうんうん。それで、結構突拍子もない広告をたくさん作ってる方だったんだけど、亡くなっちゃったんですけどね。はい。D2 専務まで行って。で、まあ、その人は、あの担当の人、いい人だったよなって話になって、でも次の年にはいなくなってたなっていうさ、だから、彼の広告を OK したばっかりに、社内で立場が悪くなってしまった、その会社の宣伝部の方とかって、やっぱりいるわけだよ。それは、遊んでも白い肌も同様で、果たしてその広告が、ね、自社にとってのブランディングにとって寄与したかどうかっていうことについての結論ってのは、やっぱり翌年の、シリーズがされたかどうかって、キャンペーンとして何ついたかどうかっていうことがやっぱりその調査だよな、ね。だから、どうやらそれはそうじゃないような気がして、で、話が戻ると、俺はそういうその、なんていうの、ちょっとっていうかさ、少し、まっすぐじゃない、屈折した広告が好きだったので、はいはい、今の、その、意外と比較的まっすぐな広告だよね。だってちょっとほら、お笑いが入ってなんかぐやぐやっとさ、ね、だって、それは千鳥俺好きだけどさ、千鳥がなんか小さなネタ落ちで終わって、それで広告出すって、どうなの？もうちょっと考えた方がいいんじゃないのって感じがするよね。まあ、岡さんのは何にもかにも面白かったよ。だから、だってやっぱり結局あれだもんね、そんな調子でそういうトーンの広告が多い時でしたから、岡さんが。僕が一緒に仕事やってる時もね。で、僕が担当した仕事じゃないけど、ダーツ、ディーハーツっていうね。言っちゃった。っていうさ、頭覚えてない？覚えてます覚えてます。江ノ島哲也。そう、上がしっかりした。今映画監督になっちゃったさ。中島さんのね。江ノ島さんの江ノ島哲也のね。言っちゃった。ちゃんと江ノ島って言うんだよ。もうやめようよこの意味しやめよう。やめるか。やめるか。もうややこしいから。うん。そう、だってミラーズビーなんてもう自粛の井上陽水が日産でお元気ですかっていうのと同じタイミングで、それとこれはとにかく自粛ねみたいな。それやめてね、今オンエアやめてね。でも、そうやって考えると、今もう第二の、その、なんでの、自粛の時みたいな、こう、世の中が、このコロナの、そういう時に、なんかこう、どうなんだろう、クライアントって広告に何を求めるんだと思いますか？いや、だけどね、俺、こないだ思ったけどね、つくづく、その、俺、広告にでやられてると思ったのはね、ジャパネットでね、はい、ちょっと珍しい炊飯釜を、お得な、今、下取りがついて、29,800円っていうのやってた、テレビさんに。はい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 、いつもの調子ですよ。もう盛んにそこで、ネガラインジやってるでしょ、ジャパネットね、テレビ。はいはいはい、はい。コマーシャル、まあ、インフォーマーシャル的な調子で、でもコマーシャルも30秒サイズぐらいでやってるじゃないですか。はい。それで、ふーんと思うと、チラシが来るわけよね。同じようなタイミングで、その日の朝刊に、当然それが入ってるわけですよ。うん、で、下取りして29,800円、ふんって、その美味しい高機能の電気釜っていうのは、非常に高いってのは知ってはいましたから、はい、それがどんな、ほとんど壊れてても、いい炊飯釜を、下取りして29,800円っていう破格なことになってるんで、値段的にまず驚くじゃないですか。うん、驚きますよね。値段が、値段自体が広告なんじゃないかって。で、だけどやっぱり性能が悪かったら嫌じゃない。はい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 。で、品番が出てるわけですよ、チラシには。テレビじゃわかんないね。はい。で、チラシに行くと品番出てるじゃないですか。はい。ちょっと今時品番を思わず、ぼんやりして歯磨く前の食卓
でもさ、iPhone でちゃちゃっと検索できるでしょ。できる、できる。できるじゃない。はい、できる。できるじゃない。いや、これ、真面目な話よ。ミク笑ってるかもしれないけど。それで、品番探すと出てないんですよ。あれと。おかしいなと。価格コムで品番で、出ないわけがない。RX380 とかなんか長いハイフンでどうのこうのってあるじゃない。はい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 。あれで価格コムで検索できないはずがないんですよ。市販されてるもんであれば。はい。今これ大事なヒントは、市販されてるものであれば、ここディバブかけてね。市販されてるものであれば。まあいいや。それで、なんで価格コムにこれが頻繁に出てなかったかっていうと、市販されてる。あれなんですよ。違うんですよ。なんだっけな。ジャパネット高田オリジナルなんです。なるほど。それがネットであるあんちゃんが、その頻繁について、なんてブログの、ご自身 の, あの家電ブログ、ブロガーみたいなやついるじゃない。はいはい。そういう体でもって、それについて一つで喋ってるわけ。はいはい。で、それ見ると、これ全部歯磨く前の朝の食卓の話ですよ。すげえな。それ見ると、某社の高性能の電気釜をベースに、はい。安い、なんていうの、品質の悪い、品質の悪いったら変だけど、廉価版の側に高級な釜、はい、釜が高級であればさ、カスタマイズしてるってやつですか。そう、オリジナル商品を、そのメーカーのオリジナル商品を勝手に作ったわけじゃないで、そのメーカーに一応一言言ったんだろうな。で、ジャパネットオリジナルにしたわけだよ。はいはいはい、はい。で、そのブローカー、家電ブローカー曰くは、これはね、はい、日産マーチの皮をかぶった GTR だと。これ分かりやすいでしょ。GTR のエンジンをついた日産マーチって、なんかすごいじゃない。だから結果的にはお買い得でしたの。すごいな。ポルシェのエンジン積んだ、なんかマーチみたいなやつですか。そうそうそう。ね。すごいな。ね、でさ、これ、ここで俺気がついた。ちょっと待てよと。今気がつきました、僕と。何かっていうと、はい、29,800円って言ってるところから、チラシ、はい、最後はブロガー。そのブロガーはね、絶対ね、うん、ジャパネットの社員ですよ、平田君言ったら。間違いなく。そうじゃないですか。簡単じゃないですか、なの。それでぐるっと回って買うんですよ。今、広告これなんだね。そこで膝を打ったから、肌と。うん、そんなね、学習雑誌の笑顔とは違うし、お母さんには秘密があるなんて、そういう、なんていうの、素敵なさ、はいはいはい。ややもすると、エモーションになるなんて言うんですかね。そうですよね。そういうところに広告はないんですよ。うん、29,800円つってチラシから家電ブロガー、うん、そこまでぐるっとくくって広告なんですよ。いやー、大変ですね。もう少しで買いそうになったんだけど、まんまと買いそうになりました。まんまだってその日が最後だったんだもん、お客さん。いや、ね、テレビショッピングのあれすごいですよね。いや、その日が最後で、あと何時間かみたいな時にはどうしよう俺なんて思ったら大丈夫です、心配しなくても。次の日なんか全然別なチラシで同じ値段で売ってましたからね。いや、もうほとんど閉店セールみたいな。今日閉店するんで在庫いそうですみたいな。1年も2年もそれやってるって。だからやっぱり、菊池さんのおっしゃるのは、もうそういうエモーショナルなものがないっていうことかな。ないと必要ないですよね。だって僕自身もそのエモーショナルな、このお釜には秘密があるって言われてもさ、そんなお釜の秘密なんて、お釜自体が秘密じゃねえかみたいなね。どっちの釜がよくわかんないんだけど、LGBT かよみたいな話になるわけじゃないですか。だから、もうあからさまなやつですよね。もうこれはもうあからさまな。そんなことできっと物を買わないんでしょうね。お母さんに秘密があるっていうようなことじゃ、別に、で、どうしたのよっていうさ、片手に、右手にやっぱり、常にスマートフォンがあるわけだから。そうですよね。そうすると広告はそこに、なんていうのかしら。一時ほら、検索窓っていうのに、とにかくクリックさせろ、クリックさせろっていう、その広告のやり方が、5、6年前、もっと10年ぐらい前かな、はいはい、ずっとあったんだけど、だから、そういうことですよね、結局ね、それですよね。なるほどね。ただ、今、その検索窓が最後にできて、勝ちになってたって、誰もやりゃしないから。じゃあもうこれから広告っていうか、テレビコマーシャルの世界はどういうふうになっていくと思いますか。ああ、言うたから今言ったようなさ、うん、チラシ的な。もう全然チラシになってるけど、最後は iPhone をさせる。そこにはもうまさにクライアントのからの回し者たちが手ぐすね引いて待ってる。ようこそ家電ブロガーの
なんとか太郎ですみたいなさ、別に嘘でも偽りでもないし、うん、悪いことじゃない、あの反則してるわけじゃないんだもん。いや、すごい話だしね。ためになりました、社長。さすがやっぱり世界の社長ですよ。そう。俺のこと、もうなんか俺の株の話はしなくていい。ね、いや、株の話はね、してほしいんですけど、一応これ、もう、世界の社長の第1回目の、ゲストですけれども、ま、次回は、経済ニュース担当っていうことで、はい、またそのコーナー作りますので、いや、でも本当今日はありがとうございました。いや、すごいいい話で、これなかなか聞けませんよね。いや、やられちゃいますよ、広告には。そういう意味でやられてます。じゃあ、菊池さん、来月、そのマーケティングのコーナーやってもらえるかな？いいと思う。まんまと言いましたね。言っちゃったよ。じゃあよろしくお願いします。今日はありがとうございました。さっきのところで今もかけておいてね。はい、はい、どうも。さあ、次のコーナーは何でしょう。次のコーナーはですね、Let's Live。Let's live。 これはどういったコーナーですか。今はね、ちょっと自粛で、やっぱりライブハウスとかコンサート会場とかでこうライブ聞くことができないじゃないですか。確かにキャンセルなったね、本当に。まあ、そういうこともあるんだけれども、まあライブ音源って実はいっぱい残ってるから、このラジオを通してなんか上質なライブの音源をかけていこうかなっていうコーナーで、ね、ライブ音源ってさ、やっぱりなんかこう全部その MC まで覚えてるよね。覚えてる、あれすごいよね。なんかその時代のこうなんていうの、空気感とか、そのなんていうのかな、その曲を好きなんだけれども、あ、ライブでこうやってんだとか、そういうのをこう子供の時から思ったよね。一句言っていい、キース・ジャレットっていうすごい、大好きな、もう世界的なジャズピアニストがあるんだけど、ミンミン言う人でしょ。そうなんだよね。最初ね、なんかいや、これお化けの声が入ってるよって思ってたの。本人がもう4小節目からもうピアノに潜っちゃって、入り込んじゃって、もうムーン言っちゃってる声が入ってるんだけど、もうキース・ジャレットっていうと、あのうなり声がもうライブ版だろうが、あのレコーディングだろうが、どのあれにも入ってるっていう感じで、まあ今やそのキース・ジャレットのうなり声イコール、まあ彼のなんだろう、音楽の一部になってるって感じで、そういう感じかな、ライブ版っていうのはね。でじゃあ、まあ今日はそんな、まあ自分たちの思い出のライブ版とか、おすすめのライブ版をここでは紹介 しようというコーナーなんですけども、キース・ジャレット聞きましょうよ。キース・ジャレット、いい、キース・ジャレットいい。ミンミン聞かなくていいですか。それね、また後でネタで。本当ですか。今日は真面目にやるから、第1回目だから。今日は第1回目、ミカちゃんのおすすめのライブ版何でしょう。私のおすすめのライブ版はクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングのフォーウェイストリート。もう一回言ってクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングのフォーウェイストリートというアルバム、ライブアルバムですね。懐かしいね。まあ知らない人も多いと思うけどね、もうアメリカの両親みたいなね、ライブなんだろう、バンドだよね。でなんかこのクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングの、まあ、過去のなんかライブバー、ライブ音源をなんかこう一堂にこうなんかこう、なんつうの、コンピュレーションっていうの、オムニバスにしたアルバムが、そのフォーウェイストリートって言って、4枚組だった CD で、あったあった、4枚組だった、でなんか1枚目と2枚目がアコースティックバージョンで、はいはい、3枚目4枚目がバンド、バンドさん。今じゃ絶対売れないよね。もう4枚も買わないよね。でも3枚4枚が、まあ、フルバンドみたいな、ので、その中で私が最も好きな曲が Teach Your Children っていうね、小さな恋のメロディーの、まあ、エンディングで、小さな恋のメロディーだって分かんないんだから、マーク・デスターでしょ。今うんってうなずいてる、絶対50代だよね。50代ですよね。映画があったんだよね。もうビージーズとか、もうね、そうそうたるそのミュージシャンがサウンドトラックを彩ったっていう。
その Teaching a Children っていう曲のこのがウォーコのフォーウェイストリートのライブ版にも収められていて、うん、アコースティックバージョンっていうのがあるんですよ。おいいね。これ、うん、すごい臨場感があるので、はい、ぜひ聴いてもらいたいなと思います、はい、い、それではクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングフォーウェイストリートから Teach Your Children。 トレーシー・ハイドだったよね今聴いていただきました曲はいい感じだね、やっぱり、ね、やっぱり泣ける本当にその前なんか曲に行く前なんかおっしゃいましたよね、トレーシーハイド知らないでしょ、マーク・レスターが出ちゃったからねやっぱり相手役の女の子はトレーシーハイドだよね。何してんだろうね、ああいう女優って。今あの気になる方はぜひ小さな声のメロディーでググってください。もうね、いい曲満載で、こういう風にね、このあのレッツライブではあの私浅本千佳もしくは浅本美香のあのおすすめするライブ版を、とっておきのライブ版をあのかけていって、皆さん家にいながらもう世界のライブを楽しみましょうというコーナーでした。さあもうね、1時間あっという間でしたね。Let's stay together 思い出したようにタイトルを連呼しなきゃいけないんですよ。 Let's stay together。でも番組のお聞きの皆さんから本当にリクエストとかね、応援メッセージもらいたいですよね。そうですよね、本当に、まあ、全部あのこれ生放送じゃないんで、うん、全部その場でね、お答えできないんですけれども、あの必ず目を通してね、私たち、まあ、どんな小さなことから拾っていきましょう。拾っていきますよ、広げますよ。リクエストは FM ブルー湘南のホームページからメッセージフォームで送ってください。ツイッターの場合はハッシュタグレディオヨコスカをつけて投稿してください。はい、もうね、地元ラブ、ローカルラブの番組ですからね、もうどんな人が来ても対応できるようになってますんで、あの皆さん本当にぜひあのどんどんリクエストで、こんなこと聞きたいなとか、私たちの街のこんなあの近所のもう本当3ブロック先の話でもいいんですよ。もうそれをあの私たち必ず取り上げますんで、ぜひぜひあのお問い合わせじゃない、なんだろうあのなんていうのいい話だったのにね、まあいいんじゃない、うん、分かってますよ、リスナーの皆さんは、うん、そうそうそう、送ってください。 ちなみにさ、うん、これどっちが話してるかって区別ついてんのかな、声そっくりじゃないだよね、まあ、だからさ、ちょっとこう年齢いっちゃってる方が私ですからあのなんか声に、声って年齢出るよね、まあ、そんなクイズもやっていこうか、まあ、どっちがミカでどっちがチカでしょうみたいな。どうも皆さんお付き合いありがとうございましたまた来月お会いしましょう。はい、はい、Let's stay together バイバーイ。